彫り物というものに対するその偏見っていうものをなくしてほしい。風紀を意味して、風紀ってのは富と気高さ、上品さとリッチっていうことだね。それと花の中で一番なんて言うんだろう、上位にある花とされて百花の王と言われてるから、花の中でやっぱり最大の褒め言葉もある。テクニックというか、ない嘘の色でも、ネズミはないものをあるように見せて、あるものは実際にあるものはあるものそのものに写生的に彫ってしまう色をある程度図案化にした方が入れ墨らしくなる。なんか中途半端な世界なんですね。そこが分からないと入れ墨の仕事っていうのは本物の面白い仕事ができなくなってしまう。不良のシンボルだったのね、アウトローとか。それがやっぱり最大の魅力だと思うんですよ。特に横浜は文明開化発祥の地と言われているぐらい、25歳の時で弟子入りに来て、横浜といえばいわゆる江戸時代の鎖国、徳川幕府の封建時代から一番最初に開かれたともちょっと大げさなんだけど、やっぱり港から国の発展が始まるのはどこの国も同じだと思うんですけど。もっとフランクな目で見る反面、もっと重たいものだという、その複雑な二面性を持ってるんですけど、ただなんていうのかな、受け入れる体制を皆さんに持ってほしいという。